皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日はね、ビーズファンフェスタ2023ご来場くださいまして本当ありがとうございました。このカズラジのリスナーの中にも何人かはね、球場の方に行きましたよっていう方もいらっしゃると思います。そうでない方も、ネット配信等でご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思います。ありがとうございました。今日は総合司会をね、務めさせていただきまして、無事なんとかね、大役を終えて戻ってまいりました。時刻は日曜日の午後11時6分を回っております。そんな時間でございます。あずきさんです。晴れたらいいね、こんなタイトルつけた覚えはないんだけども、晴れたらいいね再びの歌唱ありがとうございます。テンションが上がりました。ほんまかいなっていうね。本日はファンフェスタお疲れ様でした。このコメントは開始前に書いておりますが、きっと大盛り上がりだったと思います。傘の花が咲くという表現、いい表現ですね。私は野球中継の好きなフレーズの一つがジャンプ一番ですが、これは最近あまり聞かないなぁと感じております。でも結構アナウンサーの皆様使うよ、ジャンプ一番って。僕は使いません。これは何でかというと、あえて使いません。だってさ、それ以外にジャンプ一番って日常の生活で使う？使わないよね。傘の花が咲くは日常でも使うけど、ジャンプ一番って日常で言う？言わないでしょ。ちょっとそこ高いところ私届かないんで、そこの物取ってくれるって時に、軽くジャンプする時にジャンプ一番っつって取る？取らないよね。僕は使わないんだけどもね、野球中継でも僕はジャンプ一番っていうのは使いません。そうだな、使わないな。ありがとうございます。あとね、僕野球中継で使わない言葉として、最近のアナウンサーはあまり使わなくなったけれども、昔はね、4回の表終わって0対0でありますっていう人いるでしょ。聞いたことあるでしょね。カウント2ボール1ストライクでありますっていう人いるでしょ。ありますって、興味使う？なんか軍隊用語みたいじゃない。二等兵なんとかなんとかでありますという感じになるでしょ。それがなんかね、ワンアウトランナーなしでありますっていう人いるじゃない。で、僕それがなんか今使わない言葉なんで、だから僕の実況のなんていうのかな、ポリシーとして、あまり普段から使わない言葉を使わないでおこうという、そういう僕の中での勝手なポリシーがあります。だからジャンプ一番は使いません。お前さんは来年はジャンプ一番たくさん使ってください。笑い、使いません、一切使いません。ありがとうございます。それからですね、ヒデ99さんでございますが、3000トンで51回目の配信、カズラジバージョンありがとうございますということ、ということは今日はこれ3054回目ということになりますね。もうすぐ3100が見えてくる。すごいね。何気ないメロディーをに乗せてしまう件、母親がそうでした。なるほど。歌詞が書いてあってね、お母さんはお母さんの薬はどこにやっちゃったかなとか、雨が降ってきましたよとか、メロディーをお任せしますって、何これ、俺に歌えっちゅうわけ。またまた厚かましいなこれ。ちょっと待ってよ、せっかくギター持ってますよね。お母さんのその時の気持ちが、気持ちに余裕がある時、別に薬がなくてもいいわっていう時の感じの、薬はどこにやっちゃったのかなっていうのはね、これはもうメジャーコードですよ。お母さんの薬はどこにやっちゃったのかな、こんなんで始まります。歌詞が短いんでね、完結しなかったけどね。これが悲しい時も、この薬がないと私は困るんだっていうような時の、お母さんの薬はどこにやっちゃったかな、はお母さんの薬はどこにやっちゃったのかな、悲しいでしょね。こういうふうにいろんなこの音に乗せて、和音に乗せてメロディーをつけていくと歌はできていくもんでございますね。ありがとうございます。特に誰に対して歌ってるわけではなくて、それが母親の生活のリズムだったんでしょうね。
そう、僕も昨日も言ったように勝手に歌詞をつけて歌ってることは日々多いです。はい、そうね、独り言も結構僕は多いんだよね。独り言なんであんまり人前では言いません。独り言、一人になった時のなんとなく独り言。今日は朝から起きてこれをしてあれをして、そうそうあれをやんなきゃいけないとかっていうことをよく一人で言ってますね。ただいま午後2時22分です、14時22分ですというのは、ひできゅうきゅうさん、今日はゴルフではなくてやんごとなき事情で外出しなければならないため、ファンフェスタには行けなかったのですが、用事が早く済んで、開演前には帰ってきて、来られたのでが正しい日本語です。YouTube の配信で楽しませていただきましたが、絵は動けど、音が聞こえない状況が続いています。ごめんなさいね。というところで、大林さんがかけられていたブラック&クリア柄のクリックリーダー、かっこよかったのでポチッとしました。ああ、ね、今日そうだね、クリアのやつですね。ありがとうございます。そんな感じでよろしいでしょうか。ひできゅうきゅうさん、ありがとうございました。それから、坂井戸さん。おそらくこのコメント読まれている頃は、ファンフェスタの総合 MC を終えてお疲れモードかと思います。疲れておりません。台本を読み通すという目に負担のかかる準備もされたかと思いますので、いつも読んでいる資料の方がよっぽど字は細かいですし、もう全然楽勝よ。確かにね、もう年取って小さな文字は困るんでね、チャルちゃんに頼んで、みんなの台本は1枚 A4 の紙なんだけど、僕だけ A3 の紙にプリントしてもらっておりました。もうチャルちゃんがやってくれました。ありがとうね。蒸しタオルで目を休ませつつ、まあ一晩寝れば治りますわ。龍角散の喉飴で喉をゆっくり休めてください。龍角散ではありませんが、定飴の、レモン味を僕は舐めておりました。ありがとうございます。全然疲れておりません。それから緑 NJ さんです。いつもありがとうございます。ファンフェスタの司会進行役、お疲れ様でございました。ビーズ TV で生配信されていたので楽しみました。ありがとうございます。でも実際に行った方が楽しそうですね。間違いない。あの場の空間のね、やっぱり野球そのものもそうじゃない、やっぱり臨場感あっていいでしょう、生の方が。ファンフェスタもそうです。もちろん中継で視聴していただくっていうのはありがたいんですけども、やっぱりね、その場の雰囲気をダイレクトに体感するためには、やはり生ですね、現場ですね、臨場感ですね。来シーズンはお待ち申し上げております。よろしくお願いします。今日はいい風呂、11月26日なので温かいお湯で疲れを取ってくださいということは、ありがとうございます。まだお風呂には入ってませんが、まあ、おそらくシャワーで済ませるんだろうなと思っております。本当にね、つからないね、全然。琉球のおりたちさんですが、ね、これ、昨日書いてくださったんだね。明日はファンフェスタ初めてお伺いします。どうでした？また感想聞かせてね。ワクワクドキドキしていますということをさ、そのワクワクドキドキはどんな感情に実際に見て変わったのか、また伝えてください。よろしくお願いします。ということで、まあ、今日はね、ビーズファンフェスタ、一日中、ほぼ丸一日球場におりましたがね、まあ、神戸君も田畑さんもね、一生懸命頑張ってくれて、結構2人も出番が多かったんで大変だったと思うけれども、まあ、ずっとね、開門前から並んでくださってね、最後まで見てくださった方々も大変だったと思う。僕らもしんどいけど、見てる方も絶対しんどいんだ、これは。もう間違いない。まあ、それも本当に感謝しなきゃいけないし、で、まあ、午前中早い時間に行くでしょう。もうその時点でたくさんの方がね、並んでらっしゃる。特にグッズショップ、今日ビーズショップに入るのに1時間半の、待ち、並びがあったそうです。で、その行列でね、やっとお店に入れたと思ったら、もう目当ての品物がなくなっていたとかっていうね、方もいらっしゃったみたいで、本当すいませんでした。でね、開門時間も10分間早めて、10分前に、当初よりも早めて入場していただいてということで、まあ人気っ
ていうかね、やっぱり3連覇もあるし、選手とみんな頑張ってくれたっていうのもあるし、球団のなんかこう、まあ、プロモーションっていうのもね、やはり成功したところもあって、多くのファンがもう本当にオリックスを見てやろうというふうにね、思ってる、これはもうありがたいことですよ。中にはね、無料でなんか寝そべって見ることができたあの時代がいいっておっしゃる方いるけど、そんな時代に戻りたい？戻りたくないよね。絶対戻っちゃいけないんだよ。ね、やっぱりみんなが、楽しめる場所、そしてみんなに支えてもらってるチームであるっていうことがすごく大切だと思うんで。まあ本当にその、まあ、ようやく一歩をね、今、白せてるっていう状況なんで、また来年のね、このファンフェスタにまた今年と同じぐらいの3万人のお客さん来てくださるかどうか、これがまた難しいんだけどもね、なんとか、本当にボーンと増えたこの織姫も含めたね、新しい新規のファンをぐっと、本当につなぎ止めておく必要が必要なんでね、ブームっていうのは去るんだよね、去るからブームなんだよ。ブーム自体がそれは定着した人気を示さない言葉なんでね。だからそのブームを一過性のものっていうか、ブームは一過性のものなんだよ。だから、一過性のものにしないためのブームじゃなくて、ムーブを起こしていかないといけない。常に動いていかないといけないということになってくるんだろうなと思うわけでね。まあ、これから球団も大変だと思いますが、また選手たちも大変だと思いますがね。まあ、でも今日は、本当にたくさんの方に来てくださったファンフェスタのを見てね、よかったな、みんなが一生懸命頑張ってよかったな、選手も現場も裏方さんもというふうに思ったわけであります。まあ、野球の話、直接的ではありませんが、ちょっとこう側面をね、今日はちょっとお話をしましたけども、そんな感じで、今日は特に何も申し上げませんが、はい、ありがとうございました。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日教室に行ってきます。教室がありますね、月曜日ね。で、今週はもろもろね、球団行事がお前はあるのよ。次の水曜日も木曜日もそうかな。で、金曜日はね、なんかね、違う仕事があってね。で、2日はラグビーの仕事です。今週、なんかずっとこう、おしゃべりの仕事が入ってるんで、まあ、ほんと、喉を休めていかないと、いけないわけでありましてね。また12月は、連日、ね、おしゃべりする機会もあると思いますんで。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日ね、そうそう、終わりかけてまた始まるお前の悪い癖。まあ、なんていうのかな。まあ、こう、楽器ね、に囲まれてっていうか、まあ、ギターとかピアノが近くにあって、まあ、そういうのに囲まれて過ごしてるって、とっても気持ちがなんか落ち着くのね。で、特にこう、アコースティックギターってこう木じゃない？自然じゃない？自然のこれ、まあ工芸品だわな。これがまあ何本かあるのよ、うちにはね。で、まあまああるのよ。で、そこに囲まれているとなんとなく心が落ち着いたりしてね、なんかいいなっていうのはあるんだろうけども。またね、なんか古いギターなんだけども、懐かしいギターをね、ネットで見つけてしまったのよ。これをね、またお前が買おうか買おうまいかと、どうしようかなと思ってる今日この頃でございますが、川辺さんどうする？こういう時って。ね、買ったらまたメンテお願いしないといけないんだけども、古いギターなんだよね。で、ギターってね、本当状態のいいものを手に入れると、それが年代物であってもね、立派に音が鳴るんだよね。すんごいいい音が。ね、だけどあんまりこうボロボロのね、ギターっていうのもちょっと見てても悲しいものがあるんで、できれば、状態のいい古いものがあったらそれをメンテナンスをしながら持っておくっていうのもいいんだけれどもね。まあ、またちょっと見つけてしまってさ、どうしようかと思ってる大前でございます。じゃあまた、どうでもいい話ですいませんでした。カズラジでした。